僕の夏休み2回の冒険編は、ミレニアムキッチンが制作し、ソニーコンピュータエンタテインメントから2002年7月11日に発売された、プレイステーション2応ゲームソフト。僕の夏休みシリーズの第2弾。前作、僕の夏休みと、ゲームテーマは同一ながら、内容に関連性は、ほぼない。主題歌は、沢田千佳子の、少年時代。 第6回文化庁メディア芸術最新再委員会推薦作品2010年6月24日にはリメイク版である僕の夏休みポータブルに謎々姉妹と沈没船の秘密が発売された主題歌は夏川里美の少年時代を新たに起用発売当時のキャッチコピーは今はもうどこにもないあの海を毎日が宝石だった 昭和50年8月、9歳の少年、僕は母親が臨月を迎えたため、伊豆半島の田舎町、深いの田舎のおじの家へ預けられることになった。8月1日から8月31日までという、決められた、時間の中での過ごし方を自由に決め、行動し、子供の夏休みを満喫することを目的とした、ゲームである。本作の主要な舞台となる、 深いのモデルは、静岡県伊東市ふとで、オープニングに出てくる風景や、防波堤、海に生息している魚類なども、現地とほぼ同じである。国道建設中の模様なども描かれた。なお、赤根屋に、特定のモデルはなく、久村朝子が制作したものである。ディレクターの綾部和は、企画が通った直後に、バリ島へ赴き。 取材目的ではなかったにもかかわらず、昔の日本の田舎のような、ウブドの田園風景や、夕方のビーチに響いていたギターの音色などに影響を受け、本作にもそういった要素が取り入れられている。なお、会話で、しばしば登場する、潮感のモデルは、静岡県下田市。前作、僕の夏休みに比べ、以下のような要素が追加、増強された。なお、 前作にあったタコ揚げは廃止された。谷口上記の登場人物と PSP 版からの追加の人物の会話シーンは存在しない。曲については、ミレニアムキッチンの僕の夏休みにから見られる。挿入歌、12月の雨の日フランシスコ・タルレが作曲。夕方になると、赤根屋の海の家の前で、吉原がギターで演奏している曲。フランスミニオー。 あやべわが日本語に訳した。すべてのスタッフは、ミレニアムキッチンの僕の夏休みにから見られる。背景美術、草薙背景デジタルプロセス、マイナスミレニアムキッチン僕の夏休み美術館僕の夏休み絵本館、黒と白くんの大冒険僕の夏休みポータブルに、なぞなぞ姉妹と沈没船の秘密に関するカテゴリー、ありがとうございます。